おこし協力隊の池山千秋です。今日は昨日釣ったアジをですね、あけぼの寿司さんで料理にしていただきます。お願いします。昨日のアジがいただきになって出てきました。イエーイ。いただきます。うん、僕が船乗り移るとき気に入ったのに、いつも心配だね。いただきます。うん、うん、うん、今すごい脂ある。うん、まだまだ生きとるね。やっぱりポン酢や、ポン酢や、美味しい、とろって感じ。うん、油バリバリやな、まあ、これたぶんあと2日置いたらもっとねっとりやったの。そうなの、うん、へぇ、今日でまだこれやけど、うん、昨日の今日やでな、うん、俺の下、おいしい、俺の処理がどうだよ、ね、あれやな、やっぱ、うん、鮮度っていうのはさ、もう絶対お金では買えんやんか、うん、でも呼ばのあれやな、ええこと言ったよね今。熟成とか技術っていうのはさ、うん、まあ、東京とかさ、うん、一流店行ったらさ、うん、技術を駆使して美味しいのは出るけどさ、うん、鮮度はお金では買えんやん、うん、ええこと言ったで、名言、ちゃんとテロップで名言、名言、なんかかっこいいの、かっこいいの言わないけど、魚っぽいこと言うと、いや、キンキンの散々と言って、鮮度ぐらい、あの、あれやね、付加価値はない。乗せときます、テロップで。干物にしても鮮度感って結構伝わるさ、焼いた時にブリブリってするのと、うん、まあ、ちょっと寝かして油回すやり方と、うん、あ、やっぱちゃうわよな、おじいちゃん、あの鮮度の色縮むもんな、焼くとな、縮んで焼くと見た目悪なるけど、うん、それはそれの美味しさがある。語るで、語るで、干物に関しては、うん、語るで、2杯目やね。アジの塩焼きも来ました。おいしそう。干した方がうまいな、自分で。いや、干してなかったけど、自分で釣ったアジやで、うまい。うん、美味しい、ふわふわ。味ってせんか、やっぱ塩焼きが一番僕は好きやね、これさ、塩焼きやんか、これ生姜醤油で食べてみる、まったうまい、生姜、やっぱ塩で焼くのが一番、うん、うまい、うん、前に作れるもん、う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 ん、おいしい、めっちゃおいしい。うまいな、味な、味うまいな、美味しい、やっぱ庶民の味やな、や、味とスーパードライはもう普遍の味ですよ。スーパードライね、パズルスリー飲み忘れてもスーパードライ飲み忘れることはない。うまいな、アジフライ、薄切りだけど味がちゃんとしてる、美味、うん、美味しいけどね、うん、どれがうまい食べ方、どれだろう、全部うまいけどな、うん、味ではないと思う、この色は。ここの支払いかけるか、ほんじゃいいよ、これは味、これはもう自信もって味ではない、味やったらあかんなんて言うな、いや、これは味じゃない。これ味じゃないよ、これ緑、こっち側がからなんじゃない、ピンクアイス、ピンクアイス、ピンクアイス、ハニーピンクや、やかましいってなってくれよ、つらいのにって。それ言われる、ちょっとイカと、あ、どうヒラメに、フィンガーライム、
ただきます。イカの方、うん、イカと面白いイカの食感とフィンガーライムの食感が全然違いすぎて面白い。あかんだこれイカにはあかん、面白いとかね、逃げたな今。いや、面白い、いかんなそれ案外、ヒラメといけるんだよね、イカで。どうなん、いや、わからん、わからん、ほら、じゃあ、振ったあいただきますヒラメの方、ヒラメの方は美味しい。イカよりも合う気がする。そんなわけないやろ、うん、いや本当にとか言うて、うまいうまいなとか言うんやで、あれほんまや早いまだ噛んでないやんか絶対ヒラメが潰れてないですよじゃあ白身を、白身やないかい、それ。違う、イカじゃない、あの昆布締めとかの方が合う。昆布締めでちょっと甘みをつけたやつの上に、うん、酸味が出た方がいい、うん、あのその板とかの直のやつじゃないな、うん、か、あのシャンパンやな、はい、ということでですね、今回は釣った魚をですね、お寿司屋さんでさばいていただいて料理にしてもらうという初めてのことをさせていただきました。あけぼの寿司さん、ありがとうございます。そして岡さん、北村さん、ありがとうございました。現在ですね、釣りフェスティバルが主催するアングラーズアイドル2021にエントリー中です。二次審査中、あと1週間です。皆さんぜひ、毎日のウェブ投票で決まるので応援よろしくお願いします。詳しくは概要欄に載せてあるのでぜひチェックしてください。ということで皆さん、尾鷲に遊びに来てね。チャンネル登録よろしくお願いします。